水と緑に恵まれた美しい惑星地球だが、太古の昔から謎に包まれた不可解な出来事が相次いできた。ベスビオス火山の大爆発で会えない最後を遂げたポンペイの町、宇宙人が描いたとも言われるナスカ平原の巨大図形、世界各地で目撃者続出の未確認飛行物体、バーミューダ海域で突然と消息を絶った艦船の数は19世紀以来なんと数十隻に上っている。実際にはもっともっと数えきれないほど事件は起きているよ。それ本当にみんなデストロンがやったの？あ、その度に手分けして調べたが、確たる手がかりは。でも今度は本当にデストロンの奴らが現れた。そう、我々が一番恐れ心配していたことが現実になってしまった。くそー、ホークたちみたいな力があったらな。ねえホーク、どんなことでもするから仲間に入れてよ。僕パソコン得意なんだ。俺だってパソコン。ダメだ。ダメだけど、動物の言葉はわかるし、スポーツなら何でも来いだ。二人の勇気と力はよくわかってる。やった。正式な助手にしてくれるんだね、ホーク。まさかダメだなんて。二人とも本気なんだな。僕父さんの仇を取りたいんだ。俺だってどんなことでもやる。よし、わかった。見せたいものがあるから、明日学校が終わったら来るように。見せたいもの？なんだろう。誕生ヘッドマスタージュニア。おーい、キャーブー、待ってくれ。遅いじゃないか。ごめんごめん。サッカーの練習やっと抜け出してきたんだ。早く行こうぜ。二人ともどこ行くの？ミネルバ。青木ヶ原の地下基地、ホークと約束してるんだ。あら、私もよ。ホークさんに話があるの。仕事を俺たちと同じってわけかい。しかし女の子には危険すぎるし、それにご両親だって心配する。パパたちとは相談して許しをもらっています。奇跡的に助かった命、みんなのために生かしたいんです。それほど固い決意なら、OK してくれるんですね。嬉しい。これを僕たちに？中を開けてみろ。それはマスターブレスだ。君たちのサイズに合わせて両手につけられるようできている。素敵なブレスレット。いいか、次にすることをよく見て。まず両腕を交差させてブレスレットを重ねるんだ。そうだ、そう、それでいい。次にそのままでマスターフォースと叫んでごらん。え、マスターフォース？そう、マスターフォースだ。マスターフォース！なんだ？体が軽くなったような。いつの間に。私もよ、嘘みたい。それがマスターフォースだ。もう君たちは立派なヘッドマスタージュニア、我々トランスフォーマーの仲間入りさ。ヘッドマスタージュニア？サイバトロンの若き戦士さ。ちょっとジャンプしてみたまえ、シュータ。え、こうでいいの？ほっ。天井が動くわけないよね。よし、俺も。はっ。うわー、止まった。すげー。うっそ。はっ。ふっ。てー。はっ。
デストロンだって倒せるな。調子に乗るんじゃない、遊びじゃないんだぞ。一つだけはっきり言っておく、単に暴力や破壊のために使うならそのマスターホースを与えるわけにはいかない。その通り、いかなる場合でも暴力はいかんな。そんな、目には目、歯には歯、デストロンを倒すためには。ダメだ、そういうつもりならマスターフォースは取り上げる。ホークか、ランダーか。準備 OK だ、いつでもいいぞ。わかった、すぐに行く。前具合に好みもぴったりだ。君たちのものだ、自由に乗っていいんだぞ。え、僕たちにこれを？夢みたい。いいか、運転はマスターフォースとの連携で即座にできる。さあみんな試してみたまえ。やった、本当に大丈夫かしら。すごいぞ。ということだ。僕たちがロボットにトランスフォームできるって？嘘ではない、そのためのマスターフォースなんだよ、実は。あの車がトランスフォームするためのトランスデクターさ。トランスデクター？俺たちがトランスフォーム？どうした、信じられないか？人間のままの力ではいくらマスターフォースをつけたからといってもとてもデストロンに太刀打ちできない。でも戦闘要員でなく立派な救援隊員になってもらいたいのだ。救援隊？私たちが？なんだなんだ、何か不満でもあるのか？分かったよ、ホーク、どうしたらいいの？そう、一体いつになったら地上に出れるんだよ。退屈だぜ。おいワイルダー、ここの生活が不満だってのか？こんなに毎日毎日目から掃除じゃうんざりだぜ。ほんと？てはてどうだ、ここの生活にそろそろ飽きたか？体がなまってしょうがねえや。はっ、気分もすっきりしないぜ。じゃあ腕試しといくか？腕試しって？町へ出て大暴れするのよ、気分がスカッとするぞ。そいつはありがたい、腹ごなしにはちょうどいい。お前たちはもう立派なデストロンの戦士だ、思いっきり暴れてこい。やったー、やったー。必ず気に入ってもらえるぜ、マスターフォース。マスターフォース。トラー
すごい大感激。キャブ、今度はお前の番だぞ。よし、それでいい。あとは決められた任務に従うこと。いいね。はい。しかしこんなことが。レストロンのプリテンダーを追って地球にたどり着いた我々は、平和と協調を願って人間の形にプリテンドしたのだ。ところがレストロンプリテンダーの奴らは人間を支配しようとモンスター型にプリテンドしていたのだ。だから地球の平和を守るためにデストロンプリテンダーを封じ込めたんだね。しかしいつ奴らが復活するかわからなかった。そこで万一の時に備えて地球人をロボットにトランスフォームできる方法を考えたんだ。ヘッドマスターズのクロームドームと連絡を取ってね。クロームドーム？あ、僕父さんから聞いたことがある。これは数年前のデストロンとサイバトロンのトランスフォーマー同士の壮絶な戦いだ。彼らは地球から見事デストロンを追放し、今宇宙での戦いに大活躍している。君たちのトランスペクターと強化スーツを地球に送ってくれたのもクロームドームなんだ。一度会ってみたくなっちゃった。俺もメッセージが届いてるから見せよう。トランスフォーム！メタルホーク、元気かい？依頼のあったトランステクターとマスターホースを送ります。ここ数年宇宙でのデストロンの暴虐ぶりがエスカレートし、目下その撃退に追われて休む暇もない始末。君たちも地球の平和のため力の限り尽くしてほしい。ではいずれ会う時まで。あの人がクロームドーム。かっこいい。私たちも負けてられないわね。よーし、みんなで頑張ろう。だが一つだけ心配なことが。地球に到着した荷物の中から何組かが盗まれていたんだ。まさかデストロンが。それはわからないが、しかしそれから数ヶ月してデストロンが暴れ始めた。やつらに決まってるよ。クソデストロンめ、この僕がやっつけてやる。いいか、あくまでも救援隊であることを忘れるなよ。はい、はい、フェニックスだ。東京湾連絡橋にデストロンが出現した。マスターフォース、マスターフォース。日本の小手調べだ。お前たちも負けずに暴れてこい。よし、トランスフォーム！ヘッドオン！はい！トランスフォーム！トランスフォーム！ヘッドオン！相変わらずひどいやり口だ。許せない。トランスフォーム！約束を忘れたのか。え？救援活動だ、急げ。でもどうしても必要な時は認める。でも今は救援活動が先だ。見ろ、あんなところに。よし、シーコンズは任せた。プリテンダー、行くわよ。
殿だ。フリテンバーが来てくれたぞ。今度はお前やってみろ。よし、俺の勝ちだな。待てよ。おい、ワイルダー、オイラの方が飛んでるだろ。おい、キャンサー、そこの K を投げてみな。こうか。それ、ダーン。飛ぶっていうのはこういうことさ。面白い。君の化け物め、こいつめ。一人じゃかなわんから二人がかりか。負け惜しみ言うな。行くぞ。覚えてろ。誰か、誰か助けて。助けて。お願い、助けてください。どうしました？怪我はどこ？赤ちゃんを、部屋に赤ちゃんが寝たままなんです。収容した。次はシューター。後ろの建物に赤ちゃんがいるの。早く助けないと。なんだって？トランスフォーム、ヘッドオン。シューター、頼んだわよ。任せとけ。お前たちはサイバトロンの新入り若造っていうのはお前のことか？俺たちデストロンが遊んでやるぜ。デストロン？そうか、それが盗まれたトランステクターだな。どけ！なんだ、意気地なしのガキじゃねえか。なんだとこいつ。シュート、早く赤ちゃんを。勝負は後だ、待ってろ。甘いぜ。こいつ卑怯だぞ。笑わすな、ただの飾りか、そのロボット姿は。この野郎。やめて。どうした？え？弱虫め。おら！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 おや！おや！赤ちゃんは俺に引き受けた！トランスフォーム！ヘッドオン！おもしれ！一匹増えたぜ！完全に怒ったぞ！この野郎。ホーク。シュータ、何をやってるんだ。早く赤ちゃんを救出しろ。わかりました。この野郎。ブラッドはもう逃げたぞ。何？覚えてろ。僕があの時急いでマンションに駆けつけていたら。心配いりません、大丈夫。応急手当てのおかげで赤ちゃんは無事ですよ。やだー、あたーい。ありがとうございます。皆さん本当にありがとうございました。ホーク、今度から絶対。何も言うな。一つ一つが貴重な体験なんだよ。サイバトロンの新しい戦士、ヘッドマスタージュニアが誕生した。地球平和のために立ち上がれ、若き戦士たち。僕たちは戦士となるための猛特訓を開始した。悪の力を振るワイルダーたちと対決するためだ。でもミネルヴァが戦うことに怯え始めた。次回、トランスフォーマー超人マスターフォース、大暴れ、ルール無用の小さな悪魔。さあ、マスターフォースで君もトランスフォーム。